なっぴーです。こんにちは、こんばんは、皆さんお元気ですか？はい、うなぴーも元気ですよ。ステイアットホームって言った具合でやってきますね。はい、ピカチュウがふわふわスポンジの東京バナナに全国のセブンイレブンさんで買えるかわいいスイーツが出ました。はい、ポケモン東京バナナでございます。先行発売されておりますね。はい、こちらですね。はい、かわいいですよね、中身もね。中身もきっとかわいいですよね。はい、これね、ふわかわポケモンがいつでも一緒、ワクワクおやつタイムですっていうコンセプトで売られてるそうですよ。はい、じゃあちょっと中を見てみましょう。でね、ポケモンはね、破りたくないんでハサミでね、ハサミで切って、これね、中の絵が焼き印がされてるんですけれども、ピカチュウのね、その絵がね、ご機嫌ピカチュウ、おすましピカチュウ、ハローピカチュウ、おやすみピカチュウ、ウインクピカチュウ、しっぽピカチュウで、しっぽがね、レアなんですって。メスのピカチュウがいて、メスのピカチュウのハートの形をしたしっぽがね、レアなんですって。入ってるかな？なんか幸せになりそうですよね、そんなのってね。はい、じゃあまず1個目。もうね、おかしいな、2個ね、別々な絵だって調べた時にはね、あったんですけどね、これきっとお休みピカチュウですよね。もう休めってことですかね。はい、お休みピカチュウ入ってました。はい、で、そしてね、このバナナの味のするピカチュウですね、これね、ピカチュウの中に出てますね、ポケモンのね、世界に出ております。はい、その七の実をイメージした七の実風とろーりバナナカスタードだそうですよ。はい、そして、ね、この袋もね、ポケモンのね、ボールをね、イメージしてますよね。モンスターボールですよね、こちらね。はい、こちらも可愛いんじゃないですか。癒されますよね。はい、で、がっかりしたところにまだもう一つあるんですよ、今度こそ。はい、今回ね、これをね、冷凍して焼くと美味しいっていうね、話を聞いたんで、こちらね、冷凍してあるんですね。今度こそ、はい、開けてまいりましょう。はい、あー、ちょっと緊張。ちょっと嫌な予感。はい、どうです、あ、やっぱりラッキーはあるんですね、皆さん。ラッキーもね、ここまで続くとね、なんかね、嫌な感じっていう感じなんですけれどもね。はい、そのラッキーなハートの尻尾が2個入っておりましたよ。ね、尻尾が欲しい方、申し訳ありません。こちらに2個ありますよ。はい、といった具合でね、はい、自食レポしていきたいと思います。はい。はい、それでは乾杯しましょう。今日は氷結のまんまレモンチーノでございますね。シチリア産のね、やつだそうですよ。はい、シチリアの味がするんでしょうかね。はい、乾杯しましょう。乾杯、チーズ。うん、レモンの酸味がね、爽やかでね、後からね、優しい甘みが、はい、伝わっておりますよ、口の中で。はい、なんかシチリアに行ったような感じ。行ったことないけど。はい、出来上がりました。はい、こちらですね。
ようやく、はい、かわいいピカチュウにご対面でございますよ。そしてハートの尻尾ですね。こうなってるんですね、ハートがね。見えますか？はい、ハートになってますね。はい、はい、こちらですね。こっちのおやすみピカチュウがこのまんまのやつで、こちらのね、ハートのメスのピカチュウの尻尾が凍らせたやつでございます。そしてその凍らせたやつをバターをつけてアルミホイルにのせて焼いたやつがこんな感じです。はい、ちょっとねきつね色になるまでね焼くと美味しそうですよ。はい、といった具合でね、まずは普通のタイプのやつをいただきたいと思います。いただきます。ま、顔から食べるのはね忍びないんで下からいきます。あ、すごい。はい、半分に切ったらこんな感じですね。七の実風なんですね。乳酸菌入りのバナナカスタードがとろっと入っておりますね。はい、じゃあナピはね下の方からいただきます。このねふんわりしっとりしたねこの生地ですね。はい、スポンジ生地がまたいいですね。で、中がね本当にねバナナをね潰して甘くしたようなね感じの味です。で、口の中がねバナナの風味でいっぱいになります。本当にバナナ食べてるんじゃないのって言った感じですね。このとろっとね甘みがバナナの甘みですよ。そしてねちょっとねミルキーな感じもしますね。とにかく甘いです。はい、あら食べてしまいました。バナナのね濃厚なね甘さがまだ口の中に残ってるんですね。やっぱりねこれはカスタードとバナナは間違いない美味しさでございますよ。はい、これねちょっとね楽しみながら食べるのもいいですよね。といった感じでもうちょっと食べ進めていきたいと思います。柔らかい、スポンジがふわふわで、さすが東京バナナさんですね。はい、そして次でございます。焼いたやつでございます。中は凍らしてあるんですけど、どうでしょう、もうなんかねっとりした感じですね。なるほど。あのねアルミホイルにバターを敷いて焼いたんで、バターの塩気とコクがねまたこの生地に伝わって、また食感がまた変わるんですね。伝わって味もねちょっとね塩味を感じますけれども、食べた瞬間にこのサクっていった感じがね、さっき食べたのと違う食感ですね。そして中のねクリームもちょっととろけてね、はい、いい感じの甘さになっております。甘さはどちらかというと凍らしてる方が甘さが控えめな感じです。凍らしてない方が甘さが結構強い感じです。はい、じゃあもう一口。この食感がいいですね。サクッ、ふわふわ、バナナトロンっていった感じで、これはぜひ皆さん焼いても美味しいので試してみてくださいませ。そしてシチリア産のレモネードが合うわけでございますね。はい、今回ね東京バナナさんのピカチュウいただいたわけでございますけどね、もうまさかの展開でございました。まさかねおやすみピカチュウが2個とね尻尾が2個ね、ハートの尻尾が2個とは思いませんでした。ちょっと宝くじ買ってみちゃおうかなって思うふなぴーでございますよ。
みんなのね人気者ポケモンと東京土産の東京バナナのコラボ商品でございますよ。ですからね、人気が出ないわけはありませんね。入荷次第ね、売り切れてしまう店舗も多いようでございます。はい、うなぴーもね、大変苦労して買ってまいりましたね。見つけたら即ゲットしてみてくださいませ、といった感じで食レポ終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。ピッピッピカチュウ。